ちなみにデイビッド・ T ・ウォーカーっていうギタリストがいますけど、その人がよくやるのは、メジャーセブンの時に、C メジャーセブンだったら、ナインスとメジャー7の3度ハモリ、次はメジャー7と5度の3度ハモリ。だからルートのこいつの音に対して、ここは弾かずにナインスと7度弾いた後に、この5弦ルートの方の565、これを4度ハモリでスライド。これめっちゃやります これね、かっこいい。